どうもおはようございます。こんにちは。こんばんは。ノーミルク佐藤です。ちょっとまーさんのお仕事の都合上ありまして、ちょっと別動画でもありましたけれども、えー、佐藤1人で収録しております。今日はこちらでございます。ドンコント遺跡後半戦。遺跡後者チームはどこだーノーミルク佐藤セレクションということでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。以前にね、 えーまあ、まだ冒頭オープニングのトークではあるんですけれどもえこんな感じのものを出させていただきましたこれ別動画ですでに出てるやつなんですけど古都移籍前半戦で移籍、えー、校者の皆さんこれ12月29日にすでに公開させていただいているものがあるんですけど移籍の前半戦というところではこちらのいわき、シし東京東京ヴェルディ新潟、藤枝、富山この6チームがすごかったんじゃないかと。 ってのがあったり、あとちょっと出せなかったんですけど中盤戦とかっていうところでは山形がめちゃくちゃすごかったななんてことがあったりしたんですけどじゃあ最近この1月も新体制発表会とかも住んでるなーっていうところになってきててその中で移籍後者なチームは一体どこなのかどこなのかってところを今日は皆さんに知って いただければノーミルク砂糖的なセレクションにはなっておりますけども、聞いていただければと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、えー、今年はたくさん移籍とかっていう動画、いろいろいろ、ね、やっぱ大事なんですけど、やっぱね、データだったり、戦術だったり、もしくはクラブとして何の狙いが監督としてもあるのかみたいないろんなその、 内部の部分の考察みたいなところまで、こう、今年はググッと入り込んでいこうと思っている、のみうさとうでございます。いろんな形で、いろんなところで僕は今年はコンテンツを展開していこうと思いますので、見る若を中心にではありますけれども、できれば皆さん応援という意味合いも込めまして、えー、チャンネル登録等々していただけると嬉しいなというところでございます。ぜひよろしくお願いします。さあ、いきましょう。まずは1チームこちらでございます。ドン ジュビロイ田ーというところで、先日ね、遠藤康人選手の引退というところはあったんですけれども、おやっぱりもうお金があったかなかったかみたいなところはさておいて、やっぱりでも去年、えー、補強はできなかったよっていうところはあったものの、それでもいいメンバーというか、 まあその時の、まあ、だからこう倍ぐらいの力でっていうかすごくいい感じでこう市場を席巻してるなと思っております必要ない一つのポジションを除いてまあ全ポジションに配置できてるんじゃないですかね やっぱりグラッ選手を残せるのであればセンターバックはまあ不要かな、一人はまあ特に不要かなって思ってたんですけど、鈴木海人選手あたりも一回狙われている話はありましたが、残せたというところがあり、で他全ポジションですよね、神戸から坪井キーパーですで、サイドバック左に大畑、右に川崎紀と西久保俊介千葉から、佐々木から川崎君ね、あとまあねブラジル人選手4人、ペイショット ウェベルトン、えー、ジョセゴメスと、トーリーで、中村選手、平川選手、あとは韓国から石田選手取りました。でまあ、内定でも3人ほど出せたり、まあ、4人か、正式に言うとね、次、中島選手もいますからね、えー、っていうところで、も、ま、う、あ、これだけ取ってきてっていうので、まあ、だいぶ様変わりして、でそれで J1 でまたね、残留以上のものをまずは勝ち取りに行こうとしてますけれども、だいぶこの移籍市場の前半で動いた人って、 多分いないなよねこんだからとアウトは針ヶ谷くんとかでいたなーってのは思うけど、福島行きましたね。そういえばねあったけど。 あとは、鈴木優斗選手がね湘南に行くとか、あとやっぱり後藤圭介選手ですよね、アンデルレフト行くっていうので、そっち系の話題が先にポン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 って出てたけれど、インの話はかなり最近のものが多いなーって形だったので、なので、移籍の前半戦っていうか、後半戦のところで活躍したチームだなというか、いいチームに仕上げてきたなってところにちょっと挙げさせていただきました。そして2つ目のチームは今度こちらでございます、ドン。 横浜 FC ですここもそうでしょうと。まあ、あのー、満了になった選手とか、移籍になった選手とかっていうのは、まあ、結構な数いましてで、去年のスタメンクラスで言っても、まあ、近藤選手が札幌に行ったり、山下良也選手がガンバに行ったり、あとはマテウス・モラエス選手が仙台に行ったり、キーパーブローダー選手が岡山に行ったり、などなどありましたけれども、 もう G1 でなかなか勝ち家が積み上げられなかった時期もありましたがその時期を本当打破するようなぐらいになんか本当に1個マジで壁ぶっ壊しそうなぐらいに <laughs> フォワードすっげえ風邪取ってきたじゃないですかまあ,あの僕ここはもういろんなパターンがあるんじゃないかなと思ってますけど前線メンバーなんてセンターフォワードに桜川ソロも入れてシャドーに室井と森ってパターンもあれば やっぱり森桜川てか桜川前で森を2列目にいっちゃって、左にカプリーニ、村田、あるあもしくは荒井瑞っていうところ、新井瑞生選手なんてね、やっぱりこう2年前のヴェのルディにいたときとか考えると、あのー、夏までの半分のシーズンだけで、あのー、大体ドリブル上手い人の1年半から2年かけて稼ぐようなドリブルの数値をたった半年で残したとかっていうのがあるので、まあ、だいぶ無双できるんじゃないかっていうところはあったりしますからね。 あとは、やっぱり、ヨモ田監督を分かっている福森選手と中野義弘選手を取れているというところも大きかったりするのかなと思っていて、左は高さというところ、セットプレーというところ、テクニック的なところ、もしくはスピード的なところで、本当にいろんな形でアタッキングができるチームなんじゃないかなというところから、それだけのメンバーを作ってきたという横浜市アパレというところに入れさせていただきました。そして3チーム目はこちらも入れておきたい。ドン。ブラブリッツァ来た。 俺ねこれ相当強いんじゃねえかと思っていてやっぱりこうバトル何かデュエルって言い方よりもバトルに長けた方々をよくこれだけ揃えることができるなというか何て言うんでしょうね ポーカーでいったらひたすらこうフラッシュ叩き出してるというか同じなんかそろそろストレートクラッシュいつか秋田って出るんじゃないかなって思うぐらいですけどなんか同じ数とでしっかり揃えられるよなってぐらいにデュエルバトルに長けた方々ってことをいっぱい連れてきてらっしゃるなと思います。 特にやっぱり小野原栗本っていうセンターバックとボランチ両方ともできる方地上戦でも空中戦でも戦える方ってことを呼んだ上に岡崎、義雄からセンターバックで去年、ね、えー、J2 でもう1位に争うぐらいの空中戦の出来だった河野選手もいますから。 もうこの4人でだいぶこれ、よくね、森保ジャパンだったらミドルブロックって言ったりしますけど、だいぶローブロック組んで、てか、ローブロックも、もはやぬるいですね、ディープブロック、もっと深く、もう自陣のエリアの中でも跳ね返しまくって、そこからのカウンターで縦に抜けていくんであれば、左サイドの水谷、斎藤でいきゃいいし、地上戦1対1で制しながら前行きたいんだったら、やっぱり右サイドバックの村松選手使うし。 やっぱクロス差っていうタイプなんだったら、八塚選手使うし、中に侵入していこうぜっていうんであれば、左だったら、田、右だったら、中村、佐藤、ハンダってところ使うし、あとは前線、なんやかんやどんな形でも点取りたいんだったら、やっぱ小松、蓮、小松使うし、前線で高さが必要なのであれば、吉田、伊吹、丹羽、青木、みんないけますよね、本当に。っていうところから、なんか取ってきたこう戦力の数とかっていうこと以上に、 飽きたにすげえフィットするような方々をめちゃくちゃいい感じでなかなかよくねヨーロッパ見てらっしゃる方からすれば日本って結構ゲームモデルねえんだろう最近ちょっと森スジャパンの顔違えんのかなって思い始めたけどよっていうそんな人もいたりするかと思いますけど少なくとも60チームの中で最もゲームモデルを持ってるのは秋田だなって思いますからぜひ皆さんには見ていただきたいなと思いますそして、A、4チームはこちらでございますドン松本山が 松本に関しては先ほどの横浜石にちょっと近い僕は、まあ、このスコアの算出の方法みたいな感じがあって、まあ、一応、この中、ねあのまあ、遺跡で出ると言われてますけどもうチーム関係者が明言しましたけど田中空選手と浜田選手と比嘉選手に関してはね、移籍のあれっていう,ふうに言ってますけど、まあ、それはさておいて、まあ、やっぱり下田監督のことを分かっている高井一真選手と渡選手この2人を取れた。 こうあと早速もまあ大体そうかなと思いますけど高い岩渡りでやっぱり今まで一緒にやった経験ありますからそうしてもう下田高いっていうこのレノバ山口の時のこのこ絆ねもうこれだけでもう評価に値するレベルだろうなと思いますそれだけじゃなくもちろんながら序盤から出ていた安藤選手や浅川選手の獲得だとかも含めて松本はもう適材適所以上のもの適材って,のもといってどこの材なのかですけど まあでもかなりね下田監督がね制御しやすいというか扱いやすいそしくはもしくはその信頼関係に成り立っている方々がうまく取れたという点で大きい松本このメンツでいくんであればやっぱり昇格というかジェッツ復帰というかそれは遠くない未来なんじゃないかなというところで思ったりしますねはいそして残り2チーム見ていただきましょうそして続いてはこちらでございますドンビッセル神戸ということで まあちょっと格が違くなってくるのがここから2チームなのかなと思っていますまずゴールキーパーから見ていただければ、まあ、帯君はもともと取ってましたけどで筑波から高山くん取ってでちで千葉から荒井翔太選手の獲得に成功と。 でまあ、代表とか、ね、前川選手が抜けるケースっていうのは今後も増えてくるでしょうからそれもあって、えーまあ、第2ゴールキーパーとしてもまあ準代表級の選手を入れておきたいというのでの帯君、あとこれから成長枠というところで高山くん あとはそんな彼らも含めた上でこでまとめることができるベテランかつ何かあった時にはもう彼が出るってところのその役割そしてえスタメン経験もベンチ経験もある人ってところで言うと新井選手の獲得はだいぶ適任だったんじゃないかなという,ふうに思いますそして、あと今ちょっと白くしちゃっててああ、そうだそうだ元はこの人ここにいたからちょっと忘れちゃってたよってちょっと思っちゃいましたけど岩波選手の獲得にも成功しましたね神戸はね なんでこれで菊池竜鵬、山川、本田トゥーレル、岩波少なくともこの5人に関しては誰がスタメンテでてももう特に遜色なく問題なくやれる方々だと思うしあとここに寺坂君がどれだけね絡んでこれるかってことになってくるのかなと思いますけどねで右に酒井孝徳、E のホンマジャスティンがいて左に一応入れましたけど 広瀬陸人選手を鹿島から獲得に成功で、長崎から桑崎選手、あとは徳島から桜井選手が戻ってきて、でこの収録している日ではあったんですけど、井出口陽介選手が、まあ、福岡からっていうか、体的に言うとね、であとは席的な意味で言うのと、セルティックから、まあ、完全移籍という形でやってき、まあ、ましたと。 中盤に関しても、正直、桑崎、扇原、まあ、怪我で抜けてますけど、斉藤美月あと佐々木、山口、蛍、井出口、あとまあ山内も僕は入れていいと思うし、井出あたりもそうなってくると思いますけど、まあだまあ、相手次第でどういうふうなメンバー構成にするかってぐらいなもんであって、誰がスターメンで出ても、ここも相当レベル高くいけるなと思います。なので、後半戦の ACL エリートでのやっぱ2チーム体制ってことを見越しながらすぐにも作ってきたのかなっていうのが、今の神戸ですよね。 でさらにあとは1番前のところでは宮代大成って言いますから、まあ、大迫選手が急に抜けるとかはないと思いますけど、まあ、それで1番前ってこともなくはないとは思いますけど、まあ、このメンツなら使われるのはこの位置なのかなと思います、まあ、あとは C って言えば、まあ、大阪、リンコン、武藤、宮城っていうところでツートップ化させて 佐々木ももう1列上げてっていう、また以前やっていたような、ちょっと4、3、1、2みたいなフォーメーションとかやってもおかしくはないのかなと思いますけど、まあ、果たしてどうなるのか、それはね、また来季とかキャンプでいろいろ分かってくるところがあるので、そこでも見ていただきたいなと思いますと。で、やっぱり今の1って言われたら、ここなのかなと思ってますね。浦和レッツさんですね。 まあ、そもそも怪我的な意味合いを残したの、あのな,んでなんていうんでしょうね、その部分だけ割愛して言うんであれば、まあ、センターバックはショルツ、ホイブラーテンの控えでビルドアップに参加しなくてもいいから、デュエルでやっぱり、ね、相手をこう倒せる人物を2人って言ってたら、井上力人と佐藤雄太がやってきて。 で今年はやっぱり右も左もってそのサイドバックの怪我が多かったというのがありますから、まあ、右も左もできる人を増やしておきたい、秋元君、てかまあそもそも荻原選手はもうヨーロッパ確定と思ってもらっていいと思うので、クロアチアね。なんで、右も左もできる人を秋元選手以外にもっていうところで石原寛和選手取って、プラス岐阜から宇賀ジ選手を呼び戻してっていうのはあったと思うし。 あとはアンカーでグスタフソンやってきて、まあ、岩尾選手がもしかしたら遺跡の話出てくるかもしれませんけど、伊藤敦樹選手に関しても同じような感じはあるけれども、やっぱり渡辺龍馬っていうところを取って、でグスタフソンっていうところを取って、で両方前も後ろもできる武田秀俊っていうのを戻してっていうことを考えると、まあねえー、ボランチラインであったとしても、そしてトップ下のラインであったとしても、もしくはどっち両方ともであったとしても、まあ、賄えるような人材を。 こうやって当て込むことができてるっていうのはすごいなと思うところと、そのグスタフソン並びにソルバッケンっていうところで、もうソルバッケン選手も細かいのはね、違う動画で出してるんで、今は言いませんけど、あとはここにセンターフォワードがドンとした選手をやってくること、それを連れてくることができたら、もうちょっと正直裏は申し分ないレベルになってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。ということで、 移籍後者チーム、コント移籍後半戦というところでございましたちなみに、えー、この動画が出てる前日ぐらいになったりするかなではこちらの動画ですね、えー、テレアスポーツさんのところに実はノーミル佐藤テレアさんにデータ提供させていただきました牧野さん司会でね、えー、一つ番組というか、えー、動画ちゃん動画が立ち上がっておりますのでこちら、えー、見ていただければ嬉しいでございます ぜひぜひ見てください。こんな形でいろんなところで僕は今年データを出していこうと思いますので、皆さん、佐藤赤、ミルワカそしてマーさんを応援してください。よろしくお願いします。ということで、今日はこの一席校舎チーム、今度移一席後半戦組、秋田、浦和、横浜市、松本、岩田、神戸、この6チームに関してご紹介の方をさせていただきました。皆さん、ご清聴いただきましてありがとうございました。ノーミルクサトでございました。皆さん、またよろしくお願いします。 では。